問題は公務外での犯罪における密約です。沖縄など基地のあるところで多発する米軍関係者の犯罪。今年6月、米軍族に殺害された女性を追悼する県民大会の場に、一人のオーストラリア人女性の姿がありました。ジェーンさんは1980年代に来日し、モデル活動などをしていましたが、2002年4月深夜、横須賀基地の近くで米海軍の兵士にレイプされました。ここの近くの駐車場でレイプされちゃったんですね、はい、米軍基地に行って日本の警察官が来た。ここで、でここのところで加害者が入ってきたんですよ、うん、見つかった、この人だよって言ったら、その後の地獄が始まっちゃったね。ジェーンさんは神奈川県警横須賀署に連れて行かれ、深夜に男性警官に囲まれて長時間事情聴取を受けました。証拠保全のために病院へ行かせてくれと頼みましたが、断られました。なんで病院行かせてくれないんですかって言ったら、あなた怪我してないの、怪我してるんだったら見せるって言ったら、レイプの被害者に体が見せることはできるんですか。証拠を消さないためにトイレに行きませんでしたが、まるで加害者のような聴取が4時間も続き、ついに我慢ができなくなりました。あの神奈川県警の汚いトイレがあってさ、自分で何か供述できるものがないかなとか思って、見つからなくて、トイレが入ってて動画閉めて、その神奈川県警の中で一番安全の場所はトイレの中だったんですよ。さらに警察は現場で再現写真を撮ると言いました。現場で再現写真を撮ると言われたジェーンさん。私がレイプされてる車の中でもう一回入って、そして警察官ともう一回やってくださいということは絶対にできませんって言ったんですよ。ジェーンさんは事件発生から14時間経ってようやく解放されました。それから3ヶ月後、横浜地検は理由を明らかにしないまま加害者を不起訴処分としました。公務外の犯罪は地位協定で本来日本側に第一次裁判権があることになっています。しかし日本にとって著しく重要と考えられる事例以外は第一次裁判権を行使するつもりがないということを合同委員会でアメリカ側に表明していたことが2008年に明らかになりました。我々が外務省に確認したところ、この表明について否定するものがないので今も効力があるということです。不起訴に納得のいかないジェーンさんは東京地裁に民事裁判を起こしました。地裁は暴行の事実を認め、加害者に損害賠償を命じましたが、加害者は審理の途中、軍からの指示でアメリカに逃亡してしまいました。ジェーンさんは10年をかけて加害者がミルウォーキーにいることを突き止め、現地で起こした裁判でついに勝利を手にしました。ジェーンさんは今レイプ犯罪根絶のため24時間体制の緊急支援センター設立を呼びかけています。合同委員会について日米双方の出席者の問題も指摘されています。